うん、クマもこれもうね、刺さんないよ花瓶がおいかおいかじゃないのによくないね、後でちゃんと入れとくから、はい、じゃあこれ一応できました、クマモンの作品です。どうですか、花瓶に殻を刺すだけでも綺麗にできるでしょ、くまモンでさえできるオッケー、はい、シャッターチャンスですね、朝に朗読に関してわからへん、皆さんバッチリ収めました、じゃあ今日あの写真を撮られた方はぜひ家でもやってみてください、くまモンに習ってですね、その際花瓶の大きさと花の量は考えましょうねちょっと一本刺さってないっていう、このままだったら一本枯れちゃうので、はい、バランス的には一見いいんですけども一本刺さってないっていう状況になってますので、あの皆さん花瓶をですねまずご用意されて、それに合ったお花をですね選んで買っていただければと思います、よろしくお願いします。で